朝日作曲賞は、朝日新聞社と全日本水奏楽連盟が主催する1990年から開催されている作曲コンクール。新しい水奏楽曲の開発を目指すとともに、全日本水奏楽コンクールの課題曲の公募として開催されている。募集作品は、演奏時間3から4分程度のマーチの楽曲と、 演奏時間5分程度のマーチ以外の作品が、各年で募集されてきたが、第18回朝日作曲賞より、毎年、マーチの楽曲、マーチ以外の楽曲の曲種に関係なく、吹奏楽編成で演奏を行うオリジナル曲、すべてが、募集対象となった。演奏時間は、曲種によらず3から4分程度。対象受賞作品及び、入賞作品が次年度の、 全日本吹奏楽コンクール課題曲となり、全日本吹奏楽連盟より出版される。2009年度から2021年度までは、連盟独自に、全日本吹奏楽連盟作曲コンクールが創設され、この作曲コンクールの第一位作品が、翌年度の課題曲 V となった。課題曲 I、2&4 についてはこれまでと同じく、朝日作曲賞により公募される。は、 移植枠である。年は朝日作曲賞受賞年を示す。受賞作品は受賞翌年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲として採用される。ありがとうございます。